はい、どうも皆さん、こんばんちは。元気かしらね。今日も隠れ最強武器発掘プロジェクトやっていくわよ。とうとう光る原石を見つけてしもたわ。これよ、ホルガー。だいぶ昔のシーズンで破片武器になったりとかね、環境武器として輝くシーズンがね、長いことあったんだよね。ほんでもって今 LMG 最強といえばね、 UL736 RPD、 そしてこのホルガーの3択になってくると思うんだけどね。ただその3択の中でも機動性がズバ抜けてんのがこのホルガーなのよね。ダメージ推移見ていくと 20m 普通にね全身4発撃できちゃうのよね。これが 30m になってくると5発撃になってしまうんだけどね。ただ 28m ぐらいまでかしらね、 26-7m ぐらいまでは4発撃できちゃうので。さらにホルガーの一番の魅力といえばこれをね、エイムしながらの移動速度。レレレができる唯一の LMG といえばホルガーしかないのよね、本当にね。というのもこれ見てちょうだい。このストックなし LMG 移動速度 40% アップよ。これはやばたねえよね。ほんともっとこれパークにブラッドスロー最強。高評価、チャンネル登録、Twitter フォローお願いね。さあ、ハードポイントのクラッシュやっていきましょうかしらね。ちょっと待って、マイトガイ、まさかこんなところで青き猛獣と会う時が来るとはね、思いもしなかったわ。マイはいい戦いになりそうで、やってやんよ。まずはクリアリングいたしまして、クリアリング本当大事だからね。よし、ないわね。もうホルガーだからね、ある程度先打ちできちゃう。ルルルルル、いや、ナイスカット。本当にね、ある程度弾数も多いからね、弾数も多いからね、結構先打ちできちゃうのよね。先打ちしていかに相手より早く弾弾を当てるかどうかっていうこの LMG の鍵よね。で、リスポーン狩りもこの LMG の最大の魅力。あれれ、吉野さん、この動画って各出る動画ですよね、大丈夫ですかって思ってきてると思うんだけど、大丈夫、安心して、出るから。もう私がね、各出るって言ったら絶対出るからね。知らんけど。もう LMG とかね、このポジションがね、メタンコ強いので、こっからね、どんどん抜いていく。最強ね。この建物からね、3方向見えちゃうの、マジで強いでしょ。ここ見るでしょ。で、私のリスポーンの方向見るでしょ。で、マンション側見るでしょ。もう最高でしょ、本当にね。このポジションね。入れる。1カット?5キルストリークあるよ。さあ、ここからね、カウントアップしていきましょうかしらね。1キル、そして2キル。やっぱり LMG はね、いいとこを先に取っていって、ポジション取りしていって、そこから打ち合っていくっていう風にしていかないとね、やっぱり魅力を引き出せないのよね。ここで私が逃したところを後ろからカットしていく。1カット、2カット、入れる、あぶあぶ、5キル。いや、たまにね、このキルエフェクトで敵が見えなくなっちゃうのよね、本当に。おー、ナイスキル。さあ、どんどんね、敵をキルして、カックに近づいていこうよ。7キル目、あと13キルで、カックですわよ。入れる。いいね。いい、ナイスカバー。ちょっと姿を隠していって、ここで後ろついていく。いい立ち回りがいい。10キルストリーク。あと10キルで書くよ、みんな。歌う準備できてるかしらね。11キル。いるか。いや、いけるか。さあ、さっきも言った通り、いいポジションを先に取っときまして、こっから打っていく。いいよ、13キル目。そしてカウンター UA も出していって、私の場所をつかめないようにすると。さっきなさい、私がね、どんどんキルしてあげるわよ。さあ、うわ、これやばい。やばい、絶対来る、危ねえ。消えていくかもなかったら絶対やられてもね、もうね。さあ、LMG 最強ポジション。マンションの中からね、どんどんやっていくわ。15キルストリーク。あと5キルで、私たち勝利。いや、違うで。あと5キルで、私の核が見れるわよ、みんな。準備しなさい。あと4キル。あと3キル。もう少しで、ね、久しぶりの核よ、みんな。待ち遠しいでしょう。私もね、今ね、アドレナリンマックスよ。まあ、昨日配信で核出したんだけどね。前は、おいろいろ。これ、逃がさない。いやー、ナイスカバー味方。あと2キルなのね。あと2キルで書く。いや、もうそれもまたナイスカバーね、味方。あと2キルなのね。いけるか。よしよし。あと1キル。あと1キル。いける。キーティカーまで補給かけて、くるくる。来たー。はい、皆さん。久しぶりの大合唱よ。あん。とっても大好き。ドラえもん。ホルガー、メタンコ強いよ。みんな試してみてちょうだい。ちょっと待って。ガイ先生。さあ、もう一マッチ見ていきましょうかしらね。マップはファイアリングレンジ、モードはチームデスマッチで。LMG、ホルガーにとってはね、持っていこいのマップはね。このね、ほんとレレレしながらね、撃てるのほんと強いのね、この LMG で。よりか、いや、いいね。いや、ほんとにね、高速レレレもできちゃうからね、この LMG でね。で、ブラストも相手につけて、相手のブラストロジーの相手のレレレをね、封じることができちゃうんだよね。もう、バキモンよね、このホルガーは。あ、外れた。必ずここね、上がってくるのね。来た。いや、いい立ち回りだわ。1カットで、もう一人来るのに絶対来るのよね。ちょっと様子見ていって。まだかしらね。一回リロード挟んでいっていくわよ。今か。来るか。来た。いや、来ないね。まだだね。来た来た来
やーい、場所を変えるとこなる。さっきなさい。来た来た。まだ来るか、まだ来るか、来るのか、やりに来るのか。さっきなさい。一回伏せといて、一回伏せといて、ここで来る来る。もう本当に長さえ制すればね、もう怖いもんなしよね。本当にね、マジどっからでもね、敵キルできるんだよね。こっから壁抜けもできちゃうしね。いや最強、そろそろ絶対エルマン登場するかしらね。まあ私は負けないわ。なんだったって私は伝説のサニトルマンだった。おかまー、アグが取られちゃったからね、こっからちょっとキルしていきましょうかしらね。ナイスカット、まずは1カット。いやもう今日ね、ベタンコ立ち回りがね、完璧すぎんのよね。本当に窓ね1です。おやばいやばい。いやこれこれこれなのはね、なんかね LMG ではない機動性持ってんのよね。もう本当にね、肩にでっかいアサルトライフ乗せてんのかいっていうぐらいね、機動性がメタンコインなの。だからねちょっとね、錯覚起こしちゃってリロードをねちょっとこまめに挟んじゃうんだよね。うん、リロードはねその辺ね挟まくていいんだけどね、なんか普通に65発残っててもねやっちゃうのよね、リロードね。ほんとね困っちゃうわー、弾数機動性を早すぎてー。ということで今回は動画以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。バイバイけーにゃ。